時刻は深夜0時30分を回りました。思わず星が見たくなる空見るラジオ。皆様こんばんは。こんばんは。さあ今夜も始まりました。始めさせていただきます空見るラジオ。沖縄県は宜野湾市にございます FM 宜野湾よりお送りをしております。私が星空エンターテイナーのマーシーこと関口正史です。そして私が星空エンターテイナーの七重と申します。そして強い女の話楽しみにしてました、ミキサーのハケリスマナです。さあ空見るラジオお聞きくださる皆様と一緒に思わず星が見たくなるようなラジオを目指しております。ちょいちょい、はい、素が出る時があるよね、マナちゃんね。ちょいちょい素、うん、いつも素ですけど、なんかさ、はい、マナちゃん の, あの風貌というか、うん、いつもの感じからだと、はい、女の子とか女の人っていうと俺は勝手に思ってんだけど、うん、はいはい、もう女とか女まあ別に、まね、何かを放送事故したわけじゃないからですけどね、イメージと離れたギャップという魅力をいつもお届けしてくれておりますが、はい、そうなんですよ、はい、今日はそんなマナちゃん、はい、も憧れるであろう強い女の人の集まり、はい、集団ですね。集団、アマゾネスを先週からの続きで、はい、お送りしたいなと思っております。はい、おなんかあれですね、今白飛びしててよくわからないと思うんですけど、はい、本当だ、めっちゃ白飛び全然ここが指してるから全然いいんです、そうだろうね、なんか今日は目がキラキラしてますね。いやいや、うんうんうん、まあね、スタジオにもう30秒ぐらい前に入ったっていうところもあると思うんだけどまた自分から言うんだだから、まあね、目が血走ってる急いできたから血走ってるというわけではないんですよね、我々マナちゃんね、うん、今日ね。あ、そうですそうです、そりゃそうなんですよ、ね、そりゃ、いっぺんに行ってみる、うん、いっぺんに、あ、いっぺんに、あのマナちゃんと俺がなぜ、はい、今日、キラキラしてるか、ほう、はいはい、あ、行ってみます。それがどういう感情でいっぺん、あのキラキラしてるのかね、はい、いっぺんに言ってみたいと思います。はい、いきます、せーの、憧れほらイエーイいや今、ね、何あったね、何それ今あったね、奇跡の一致ですねそうだね、うん、うん、奇跡の一致した、うん、どういうか、なんか中身が違う気がする、その憧れにもね、いろんな憧れがあるから、いろんな憧れはねあると思いますよ、本当に。まあでもね、我々ね純度高い生粋、はい、のね憧れだと思います。生粋の憧れ初めて聞いたその言葉、やっぱりね今装飾系が多くなってきたって、はあ、ほらテレビなんかでもね言われます、はいはい、けれども、うん、昨今の、男性事情ですよね、それが、うん、だけど、この強い女性の集団に憧れを持つ方も多いんじゃないのかなと私思うんですよ、うん、で本日は鍛え上げられた女性集団、はい、アマゾネスのご紹介をさせていただきたいと思います。やったー、やりましたすごい、2人が盛り上がったところで、さらに盛り上がるものがありますよ、はい、これ以上アマゾネスの話を続けさせてしまうと、はいはい、これを何でしょうか、お伝えができないので、我々がこれ以上盛り上がると言ったら、はい、あのまあ、はい、マナちゃんで言えば K-POP、 私で言えばプロレスぐらいしかないですけどね、もうね、何でしょうか実はこんな大きな郵送物が、おすごい、郵送物届きました、ラジオ、あの FM ギノワンさん宛てに、まあ、宛名は FM ギノワン七重の空見るラジオですだからうちのスタッフもいつから番組名変わったのでこっそり書いてました、七重さんになってるねって、そう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 、この中にお手紙も入っているので、うん、先にこちらからご紹介しようかな、はいはい、いいですか、アマゾネスの前に、あ、どうぞお願いしますはい、お願いします。あ、これは今日はマーシーに読んでもらおうかな、何、いいよ読んで、七重様、マナさん、マーシーさん、うん、2行目、じゃあせっかくなので、七重様、マナさん、マーシーさん、元気ですか
YouTube リスナーのニャモです、あの方がお星様になられて1年が経ちますね、燃える闘魂アントニオ猪木さんです。これあのいね、七井さんに戻しましょうね。私もまさか寝起きで元気ですかって、ね、言うと、まさかそんなに本気でやるとは思わなかった。私もね、ブラジルから力道山の手によって連れてこられました。では内容が入ってこない。そう、今ブラジルしか頭に入らなかったんで。タバスコってあるじゃん。あ、はいはい、タバスコ。タバスコさ、かける日本に一番最初に持ってきたのって、はい、猪木さんらしいよ。え、本当に本当に。でもその時売れなかったんだって。いや本当だって、これマジでこれな、すごい顔してる。なんか嫌悪感丸出しの顔してるけどさ、そんなね、ギリギリできて、まあ遅れはしないけれども、30秒前にスタジオに入って男がまた嘘ついてるみたいな顔してるでしょ、はいはい、突発的なあれかな。まだ夢見てるかもしれないね。へえ、それは後で調べるとして、いやいやいや、そう、調べてください。お便りの続きを、はい、今させていただきます。はい、あの方が王様になられて1年経ちます ね、 ね、本当だ。燃える闘魂アントニオ猪木さんです、はい、先日映画アントニオ猪木を探してを見てきました。マジだ。あ、マジもなんか言ってたよ、始まるっての、うん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 、始まる前に、うん、写真家の方や藤原組長、うん、藤原組長ね、熊と戦った人ね、はい、貴重な話、うん、猪木さんの名言や名勝負を実際の映像で見れて感動でした。お、実際の映像見れるんだ。そうそうそう、元気をもらいました。マーシーさんは見ましたか？感想を教えてください。ね、はい、まあ、見てないんで、それにはまあ、理由というか言い訳がありまして、言い訳どうぞ。あの沖縄、はい、めちゃくちゃあの上映してるところが少ない。今桜坂だけなんで、ああそう、で11月いっぱいだから俺も焦ってる、ちょっと、見たいんだよね。あの神田、あ、神田じゃん、神田伯山さんとかも、うんうんうん、あの大きな画面で、はい、その試合を見ることっていうのはないから、スクリーンで、だから見た方があの、うん、いいよって言ってくれてるし、いろんなね、好きな人いっぱい出てるから見たいんだけど、なかなか桜坂で日に1回、あ、そっか、うん、ってなると我々夜がねどうしてもあれだから合わない。でも行かないと、迷わず行けよだよね、猪木さんのためにね。猪木さん、そう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 ね、自分のためになると思う。俺大好きだから。そうですね、そう、でそんな映画、うん、アントニオ猪木を探して、はい、なんと、はい、映画のグッズのクリアファイルです。おお、すごい。よかったら皆さんで使ってくださいって、3枚、3枚、ほら、ほら、もう、あ、これ嬉しい。うまく映らないかもしれないけど、ね、これ、あ、ありがとうございます。あ、にゃもさん、すいません、ありがとうございます。授与されました、今。猪木さんは格闘技界のエンターテイナーですが、うん、はい、七重様は星空界のエンターテイナーとして、これからも星空界を背負って頑張ってください。また夜空の星空、いや、また夜空の鑑賞会行きたいな。なんで今黙ってるんですか？うん、いや、いろんな人に黙ってる。鑑賞会に参加したら七重様の闘魂注入をお願いできます。何それ、何それ。闘魂注入ってビンタですね。ああ、そういうこと。いいんですか、うん、ぜひ人生初のビンタをさせていただきたいと思います。人生、あ、今までビンタしたことないのか。ビンタしたことないでしょ。まんちゃん、ないです、ないです。まんちゃんもない？ないです。本当？ないはず。私、あの栃木 の、うん、あの田舎だからか分かんないけど、女性 100% したことあるんじゃないかな、はい、あ、女性が男性が男性になのか、まあ、女性同士っていうのはね、あんまり、あの、見てても見てないってことにしてますけれども。え、ってことはされたことがあるんですか？あ、いや、ありますよ。あんまり誇らし、誇っちゃいけないことだと思うけど、でもあの、やっぱり引っ叩かれるっていうのはね、はい、あるんじゃないでしょうか。小さい頃もありますし、うん、そうなんだ。そう、大人になってからもね、やっぱり、うん、ありますし。その話また次回聞きましょうか、ね、そうですね、なぜ叩かれたのか。そういう、ね、今日はあのね、人ほどやっぱり、あ、アマゾネスとか、そういうね、ギリシャ神話しみるんじゃないですか。思い出しそうですよね、確かに。そうそうそう、やかましい。でも、いや、にゃもさん、ね、ありがとうございます。七重さんも、でも闘魂注入するときは七重さんもちゃんとね、はい、あの、えらっ
って言わなきゃいけないですからね。ああ練習しときます。顎を出していただいて、わ、ね、かりました、わかりました、わかりました。マーシーで練習しておきますね。やばい、首が飛んでっちゃう。いつでもお待ちしております、ね。まあ素敵なものね、ありがとうございます、ね。裏にも猪木さんがいた。そうそうそう、かっこいいですね、黒くて。あ、ダーテってんだこれ。これね、あの私喜んで使いますけどね、あのマナちゃんとナナエさんもこれを使っているというところを想像していただければなと。私がカバンからこれを出すところを想像していただければと思います。ね、喜んで使って。素敵なものありがとうございます。本当に本当に嬉しいね。これは。マーシーのモノマネも見れたしね。ね、確かに。いいんだよそこは。うん、朝からありがとうございます、うん、いや本当は朝私にとっては朝ですけど皆さんにとってはお昼です、ね、確かに寝起きだもんね。さあじゃ あ曲が、はい、そうだよね、今日新曲なんだよね。新曲、夜遊びさん、ビリビリ。今のポケモンってこんな可愛いんですね。すごいよね、なんか可愛い、可愛いよね。俺らの頃のあの白黒の緑と赤のやつじゃないよね。こんなにナンバーあります。マナちゃんにボーディー式を、 ありがとうございます。私も嬉しいです。すげー、ありがとうございます。これ何歳ぐらいなんでしょうね。これはあ、それぞれデザインが、 あ、違う、違うんだ。え、本当だ。ナックルパートしてる、そっちは。あら、どっちがいいですか。あの、ファンにね、ファンの方が、うん、これは一緒か。あ、でも俺こっちにしよう。七井さんね、まだあんまり違いが、俺こっち、これだってナックルパートなんてそんなないでしょ。ナックルパートなんて何、ナックルパートなんて、ナックルパートダーってやるのよ。殴っちゃいけないプロレスって、はい、だけど、はい、猪木だけ殴っちゃう。殴っちゃった。いいの、いい、こっちで私、こっちがいいな、うん、じゃあそれが一番有名なね、123ダーのダーのやつですね。ね、多分にゃんごさんこれを、はい、そうそうそう、すごい。はい、どうぞ。さあねえ、新曲ひとしきり興奮した後で、はい、曲にスッと入った、珍しくスッと入ったマーシーですね。そうなんですよ、なんかね、これはね、事前にあの決まっていた曲でもありますけども、はい、ファミコンみたいな音、うん、8ビット8ビットとかって言われてんの、ね、ファミコンみたいな音が入ってるよね。はい、そう、入ってます。新曲ね、多分昨日とか おとといとか昨日ぐらいに出たばっかりのやつを予定してたんだよね、もともとね。そう、ポケモンの歌。あ、そうなんだ。なんだって、ね、ポケモン、うん、やった、ポケモン。そりゃやりましたよ。あ、全員通ってんだね、やっぱね。めちゃくちゃ世代です。あ、ほんと。え、俺らの頃もあったよ。赤と緑か、一番最初じゃないか、ゲームボーイでやってたから。でも私もゲームボーイでした。あ、ゲームボーイ、ゲームボーイ、はい、何色、ゲームボーイがですか。あ、ゲームボーイ白いですポケモンのカセット。あ、ゲームボーイも色あったのかな、時代的に。透明、なんか半透明出た、私のスケルトン、スケルトンだった気がする。すごいね、なんか浜崎あゆみの衣装みたいだね。どういうこと。え、ジャニーズじゃなくて、ジャニー、あ、いや、嵐ね。あ、時代だね、それも ね、そうだよね。っていうのはいいんですけど、なんだっけ、ポケモンやったか。ポケモンの、え、赤とか緑とかあんま覚えてない。最近ほら昼のさ番組ね、あの分回してるからね、あのっていうのはいいんですけどとかね、そういう仕切りがねすごい達者によりなってきているマナちゃんですけど、ポケモンの色は覚えてない。ちょっと覚えてないんですけど、白黒だった気がします、うん、それは画面の色が、画面の色俺が言ってるのは赤と緑っていうのは、そのなんていうか、へーじゃない、へーが早いよカセットの色だよね。カセット、ポケモン、レディーとサファイアみたいな感じ。あ、そういうこと、そういうこと。レディーとサファイアが最初は赤と緑だった。ね、ルビーとサファイア分かんない世代です。いや、ルビーとサファイア、ルビーとサファイアはポケモンルビーってこと？あ、違うです。もう赤と緑のレッドとグリーンみたいなもん。ルビーとサファイアって時があったの。そんな白鳥の、白鳥座のくちばしみたいな言い方して。ルビーとサファイア。でも昔赤と緑だった、そんなちょっとしょぼい系だった、あ、しょぼい系だったでも今すごいよね、さっきね、すごくないですかって言ってたよね、今のポケモン ね、すごいね、世代 PV がすごかったです、あの PV プロモーションビデオ見てみよう、そう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 、へー、ね、
そうそうそう、ピックアップとピカピカっていうね、イクラちゃんがまた言ってたけど、そういろんなところがかかっててまた面白い曲だなと思ったけれども、ポケモンといえば強い軍団を作る、ということは容易ではなかったですよね、皆さんポケモンやったということは、ね、大変な思いをして何時間もかけましたよね、そういう軍団が、女性の強い集団がアマゾネスでございます。なんかね、うまくつないだ、うまくつないだ、じらわしてますね。いや言わないそんなこと、まあ、突如としてね、はい、ラジオで紹介する運びになりましたアマゾネスでございますが、はい、まだやってなかったんだなっていうのがあるけれども、うん、ギリシャ神話だと、うん、あのたまにね顔出してくる人気の集団軍団なんですけど、たまになんですね。いや、うんうん、あ、これすごい、ね、待って画面見て、日差しがさ、なんかどんどん明るくなる、今日天気いいんだよね、すごい消えそう今にもすごいよね、本当にもうなんか生きてない人みたいなぜひラジオでお聞きの皆様、ね、いつか YouTube でご覧ください、ね、すごいね、白飛びっていうんでしょ、こういうのすごい白飛びしてて、ね、マウシが今にもあえて直さないでおこうか、はい、はい、ね、すいません、昼の番組始めたからそういうことばっかりして暴れてますよ、まなちゃんが。で、先週そう、はい、世界七不思議のエフェソスのアルテミス神殿っていうのをさ出てきた時に、ヘラクレスの追ってから逃げるために逃げ込んだなんていう話がアマゾネスたちが出てきました、はいはい、でここからはね、男性リスナーはぜひ眠い目をこすり倒してでもアマゾネス想像してもらいたいと思うんですね、はい、宇宙神話は想像の世界でございます、はい、ね、そうですね、アマゾネスは、想像です、ヘラクレスの難行っていうのがありましたね、まなちゃん、はい、ありました。さあ10の10個の12 もうすごい食い気味でね、もう10個のやつで12やったんだよね、はい、でそんな中にはいろんな戦いやお使いもありました、はい、でヘラクレスといえば怪力無双、人生一方通行、ザ男、勇ましい戦いの数々、はい、勇猛で不死身のライオンとの死闘っていうのもありました。メネアのね、谷で3日3晩にわたるヘッドロックをかけたという、まあ、かっこいいのよ本当にね、ヘラクレスの戦いっていうのはね、男の人も、はい、それから女の子たちも憧れてよく質問をしてくれるのがヘラクレスでございます。で、マナちゃんに質問を改めてしたいと思います、はいはい、ヘラクレスがやった、難行の中で私が一番好きなものは何でしょう。あ、マシーさんが好きな、そう、私です、ね、誰でもない私です、ね、じゃあピンポン、はい、出た、はい、何でしょう。じゃあ、マシーさん獅子座なので、うん、はい、これはライオンとの戦いではないでしょうか。違います。え、違うんかいこれはアマゾネスの女王の腰帯を取ってこい。何それ、ね、ちょっとえ、そんなあったね、あったんだ。あるんだよ。そんなマイナーなのが一番なんですか。これはね、そりゃそうなんですよ。これはね、申し訳ない。私が 母から男の子として産んでもらった以上、高齢になっちゃうんですよ。私の時代、古い時代ですから。はい、本当にね、お子様リスナーは、もしね、はい、聞いてくださってる方、お子さんたちも少なからずいると聞いておりますが、はい、今だけは耳を塞いでおいていただきたいと思います。でっていうのもね、これね、男の人の、ね、夢が入ってちゃって、男の人って今時代的にあんま言わでも仕方ない、昭和の男の夢が入っちゃってんのよ、はい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 、で学校ではちゃんと説明できないんだよね、これ時間足りないから。時間、うん、なんか長いんだ、絶対間に合わない気がするけど大丈夫です今日も間に合わないのかな、ね、まあ、なんかね、まなちゃん的には間に合わせちゃいけないんじゃないかっていう夢をしてますけれども2人はワンピース読んでんだっけ、もしくは見てるアニメで、まなちゃん見てんだよ。あ、なんかちょこちょこ、アマゾネスを一番分かりやすく説明するには、うん、ボア・ハンコックっていうキャラクター、ハンコックね、はい、ヘビーの女の人、女王みたいな、まあ、いや、アマゾネスって簡単に言うと、うん、めっちゃ強い部族、うん、部族、ほぼ全員戦士、うん、しかも女戦士、で得意なのは騎馬、だから馬に乗って弓矢を射ることだったと言われている。で、しかも高い確率で現存で、現存じゃないね、うん、実在した、歴史上はと言われてる、うんうんうん、でアマゾネスっていうからね、南米の方かと思うけど、うん、はいはい、黒海ね、ヨーロッパのところに、辺りに住んでいたと。で
確かに馬と弓矢だったら男の人にも勝てるよね、単純な力勝負っていう部分では、ね、弓はね、そうそうそう、比較的斧とか、剣よりも、あの扱いやすいんじゃないかなと思います。でも弓を引くときにこれね、本当申し訳ない、でもこれは神話上そう書いてあるから、言わせてもらうと、胸、おっぱいが、邪魔になるじゃん、このなんつうの、グッと、そうそうそう、だから弓道の人とかもね、ここに胸当てをしてるけれども、邪魔になるから、強さを追い求める女性たちだから、右の乳房が邪魔になったので、これ切り落としてたって言われてるんだよね。究極。究極、これは嘘であってほしいなと俺も思ってるんだけど、でも多分スペイン語だったと思うんだけど、あは否定語でないって意味で。マゾスか、マソスなのか分からんけど、マゾスはチブサだから合わせると乳がないっていう意味になるっていう説もあるんだって、語源が、そう、語源がだからそこから来てる。だからギリシャ神話でもたびたび出てくるんだけど、国会がアマゾン海って呼ばれていたっていう説もあるくらい、で女性だけの部族だから、女の人しかいないんだって。じゃあ子供どうやって、儲けるのかっていうと、ここがまたすごくて、他の部族に行って、交わりに行って、来たりとかね、近隣の部族にで、だから、そうそう、交わって帰ってくると、はいはい、だから男の人と連れてこない、もしくは連れてくるパターンもあるんだけど、戦いで勝つじゃん、そしたら捕虜にして男の人で、しかも体が強い男を捕虜にして連れてきて、で自分の村で、言ったら言葉をごめんね、選ばない、勝っておくっていう風にしたりして、で女の子が生まれたら戦士にして育てていく、で、男の子が生まれたら、どっかに、なんつうの、出しちゃう、里子に出しちゃうとかっていうのがあったんだって。でそんなね、女戦士が集まる部族の女王の腰帯を取ってくる、腰帯って言っても、腰帯ってね、ベルトだよね、今の言葉で言うと、でも当時と今じゃ違うから、なんだろう、ズボン、いや、なんだろうね、下着だろうね、もう今だったらね、だからブラ取ってきてみたいなの、難しそう、そうそうそう、言われて、学校じゃ教えられないよね、だからこんなんね、確かに、かなりすごい難行だよね、すごいそれは。でも取りに行くのよ、ヘラクレスは。さすがか、行くよ、ヘラクレスはもうね、行けと言われたら行く男ですから。でもね、ちょっと頭いい部分もあるんだけどね、実は。でもね、私が描くヘラクレスはね、いつもなんか脳筋みたいな感じで話してますけど、でもね、皆さんの思い思いのヘラクレスを、ケイン小杉を頭の中に思い浮かべていただければと思いますが、ヒュッポリテっていう女王様のところに行くので、ヒュッポリテに戦わなきゃダメかなとかヘラクレス思うんだよ。でもなんか、なんとかうまいことをこのね、腰帯持って帰れないかなと思って、交渉を一応してみようって言うわけ。そしたら、じゃああなたの、という交われるんだったら、いいよ、あげるよっていうの、要するに強い遺伝子を残させてくれるんだったら、帯ぐらいあげるよっていうわけ。で、あ、ラッキーって思うんだけど、これ難行を課した人がゼウスの、奥さんのヘラっていう、ヘラはヘラクレス大嫌いじゃない、だからヘラが化けて、そのアマゾネスの一族の中に紛れ込むわけよ、寝不足で、女王がさらわれようとしてるよって嘘つくわけ、そしたらアマゾネス、女王絶対だから、そんなのさせるかって言ってヘラクレスに仕掛けてくるわけよ。でもヘラクレス、そうなったらヘラクレスってね、強い人って優しいでしょ、マナちゃん、はい、ね、強い男っていうのは優しいんですよ、はい、だから喧嘩を仕掛けられても、付き合わないんです、強い男っていうのは。でもヘラクレスはどうしたと思いますか、この後強い男っていうのは付き合わないんですよ。じゃあ騙されてあげた、騙されてあげたね、ヘラクレスこの後、はい、全員ぶちのめします、ぶちのめすんかい。で結局、コテンパンにしてヒポリテの帯を持ってっちゃう、で、その難行終わりなんだけど、そのことをヘラクレス脳筋だから、その後ずっと一生後悔するんだよね、なんで俺やっちゃったんだろうっつって、なんですが、ヘラクレスの歴史は、この後が本当は面白いんだけど
あらもう時間がないですね。時間がないですね。この後は、アマゾネスの女王でもう一人ギリシャ神話には出てくる、女王様がペンテレイシアっていうのがいるんだけど、これがねアキレスとね壮絶な戦いをするっていうのがあるんですが、これはまた機会があるとしようかなと思います。曲に行きたいと思います、はい。旅行職酒井さんの花になって、さあ、今日は私あのねアマゾネスの話を今日は、ね、はい、事前にもうするって分かってたから、あのヘラクレスをは振りなんだよねこれね本当はね、本当はアキレス対、ペンテレイシアっていうのがすごくトロイ戦争の中でも象徴的な戦いであり、そして人はどんなタイミングで恋に落ちるか分からないっていう話なんだよ、本当にねこれはねある種僕は深い話だとギリシャ神話の中でも思っています。生まれによって人生が決められることも今の世の中でもあると思います。それは往々にしてだけれども恋というのはその決められた道から外れたところにあるんじゃないかなというのがアキレスがそういう恋をするんですけれども、残念ながら今日はお時間でございます、さあガチャガチャとさせてしまいましたがもうお時間過ぎたんだね、さあじゃあまた、来週お耳をお借りできればと思います。それではまた来週。